ジョンゴールズワージージョンゴールズワージーはイギリスキングストンアポンテムズ王立特別区の小説家、劇作家。日本ではリンゴの木の著作で知られ、世界的には1906年から1921年の間に書かれたフォーサイと物語の作者として知られている。また、1921年に国際ペンクラブが発足すると、 1923年から1933年にかけてその初代会長を務め、1932年にはラドヤード・キップリングに次いでイギリス人として二人目となるノーベル文学賞を受賞したことで名高い。生まれ故郷であるキングストン・アッポン・テムズにあるキングストン大学にはゴールズ・ワージーの名前を冠した建物が所在する。1867年8月14日、 イングランドサリー州のキングストンアポンテムズに弁護士として生計を立てていた父ジョンと母ブランシュ、ベイリーの裕福な家庭に生まれる。ハーロー校の後にオックスフォード大学で学ぶ。初めは弁護士になるつもりだったが法律にあまり興味が持てず家業の船舶業を手伝いながら世界を旅する。この時期にオーストラリアのアデレードでジョゼフ・コンラットと出会っている。 この作品は過去の短編や長編を集め、フォーサイトサガの題名で発表されたものである。収録作品は以下の通り、こちらもフォーサイトサガ同様の長・短編集である。ありがとうございます。